悲願ンは、オズ・安二郎監督による1958年制作、公開の日本映画である。オズの監督作品としては、初のカラー映画。松竹お船撮影所制作、松竹配給。日本では、同年9月7日に公開された。クレジットには、原作、サトミトンと記されているが、サトミの小説、悲願ンが、本作の先にあったわけではない。 かねてより里見の小説に強い影響を受け、また鎌倉に暮らし、里見と親交のあったオズが、里見の原作を映画にしたいと申し出たところ、里見が映画化されることを前提に新作を書き下ろすことになった。その結果、里見、オズ、脚本家、野田交互の三社で構想した大まかな筋の下、小説、シナリオ別々に作られたものである。そのため、 本作にとっての小説、悲願下は通常の意味での原作ではない。実際、小説と本作とでは多少の差異が見られる。ちなみに、2年後の秋日よりもこの方式で作られることになる。本作は、松竹の監督だったオズがライバル会社、大英のスター女優山本藤子を招いて撮った作品であり、そのお返しとして、翌年、オズは大英で、 浮きを監督することになる。山本以外にも、有馬稲子、小賀野義子という当時の人気女優たちが共演して、オズ初のカラー作品を華やかなものにしている。初めてのカラーとなった本作を制作するにあたり、オズは、西ドイツのワグフア社のカラーフィルムを選んだ。当時の映画用カラーフィルムは、実質的な選択肢として、アメリカのコダック、西ドイツのワグフア、 日本の富士フィルムの3つがあったが、その中で、オズがアグフアを選んだ理由は、赤の発色の良さであり、かねてから、オズのためのカラーフィルム選定をしていたカメラマンの厚田、ユーハルが、ドイツ映画、枯葉を見て、アグフアカラーの色の良さを気に入り、オズも同感して決めた。作品中でも小道具として、さりげなく赤い夜間が用いられている。また、 料亭の場面などで使われた器や茶碗、装飾品類はすべて本物の書が骨董であり、総額は2000万円にも上った。サブリシン、中村信夫、北竜二が演じる旧友三人組は、秋日よりでも型を変えて、再登場することになる。大手企業の常務である、平山渡るは、旧友の河合の娘の結婚式に、同期仲間の三神が現れないことを不審に思っていた。 実は、三上は、娘の文子が家を出て、男と暮らしていることに悩んでおり、幸せな結婚を見るのが辛くて欠席したのだった。三上の頼みで、平山は、銀座のバーで働いているという文子の様子を見に行くが、文子は父への不満を述べ、家に帰るつもりはなさそうだ。平山の馴染みの京都の旅館の女将である、佐々木初と、その娘の幸子が、 相次いで、平山の家を訪れる。初は娘に良い縁談をと奔走しているが、幸子には一向に結婚する気がない。幸子は、平山の長女の雪子に対し、親が面倒なことを言ってきたらその時は、協力し合おうと提案し、指切りの約束をする。平山は、雪子の結婚相手の候補として、家柄のいい男性を見つけていたが、ある日会社に現れた谷口という男から、 自分が節子と付き合っていること、広島への転勤が迫っているのでその前に結婚を認めてほしいことを伝えられて驚く。帰宅した平山は節子を厳しく叱責するが、節子は自分の幸せは自分で探したいと言い、二人の間は険悪なものになる。妻の清子や次女の久子も間に入って取り出そうとするが、平山は固くなになるばかりだ。そんなある日、 サチコが単身東京にやってきて、母親が自分を無理に結婚させようとするので家を出て、来たと平山に口を言う。実はサチコは、節子のために一芝居打ったのだったが、それとは知らぬ平山は、親の言うことなんか聞くことはないと物分かりのいい態度を、取る。現地を取ったサチコはそのことを電話で、節子に告げ、これを天気に、母や川合を中心にして節子と谷口の結婚話が、 本格的に進み出す。平山は、固くな態度を崩そうとせず、結婚式にも出ないと言い続けるが、直前になって、やっと出席することを決める。鎌氷でのクラス会の後、京都に足を伸ばした平山は、初と幸子の旅館で二人と話し、結婚式の後で、ここに泊まりに来た節子と谷口がいかに幸せそうだったかを聞く。二人の勧めで、 平山は二人が暮らす広島へと向かうのだった。ありがとうございます。